イチャンソップは、韓国の歌手、ミュージカル俳優。アイドルグループビトゥービーのリードボーカルであり、またビトゥービーのメンバー内で結成されたビトゥービー、ブルー、ビトゥービー 4U のメンバー。身長177センチメートル、大型。キューブエンターテインメント所属。ニックネームは、ソップ。1991年2月26日に、軽軌道水原市に生まれる。 高校在学中に、水原市の音楽院で後に共に、ビトゥービーとしてデビューするウンゴアンと出会い、高校卒業後は、浪人を経て、水見源大学の実用音楽科に入学。同じくビトゥービーのヒョンシクと同期入学であり、入学試験では3000、5の倍率を通過した。デビュー前はアイドルではなくミュージシャンを目指していた。2012年3月21日、 キューブエンターテインメントからアイドルグループビトゥービーのリードボーカルとしてデビュー。日本では2014年11月にワオでデビュー。2015年に覆面化を、2016年にジャングルの法則モンゴル編などバラエティ番組においても活動。2017年2月、花よりダンゴザムシカルのグ順表役でミュージカル初出演。6月にはシングル BPM82.5 をリリースし、日本ソロデビュー。7月26日にビルボードライブ東京、7月30日にビルボードライブ大阪でライブを行った。7月にはミュージカルナポレオンでナポレオンの弟ルシアン役を演じる。11月にはエドガー・アラン・ポーでエドガー・アラン・ポー役に抜擢され主演を務め、ミュージカル俳優としての道も着実に歩み始める。 2018年、オフブロードウェイで上演されたミュージカルの韓国版、ドッグファイトにて、主人公のバードレース役を演じ、アレクサンドル・ディマ原作のミュージカル、アイアン・マスクでは、ルイ14世役を演じた。同年12月6日、2019年1月14日に入隊予定であることを発表。入隊を控え、12月11日にアルバム、マークをリリースし、 韓国ソロデビューを果たす。収録曲の作詞はすべてチャンソブが務め、ほとんどの曲の作曲にも参加。1月5日と6日には、ソウル ES24 ライブホールにて入隊前最後となるソロコンサートを開催した。2019年1月14日に現役入隊し、基礎軍事訓練終了後は陸軍国防部の軍楽隊に配属される。同年には、 シャイニーのンユとキー、エクソのシウミン、インフィニットのキム・ソン・ユ、午前2時のチョグ・オンとジン・ウン、ユン・ジソンと俳優のキム・メンソク、イ・ジェ・ギョンラと共に、昌平歌謡を歌った。同じ軍楽隊に配属されたシャイニーのキーと行動を共にすることが多く、国軍交響楽団演奏会を盛り上げる二人の姿がネット上に公開され、話題となった。2020年7月に、 最終休暇に入り、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、舞台には戻らず8月21日に満期除退した。2020年11月16日、ビトゥービー内のサブグループであるビトゥービー 4U として活動を開始。2021年、ミュージカル、秋なり皇后の25周年記念公演日本へ踏み役で出演した。 またミュージカル、マリー・アントワネットへの出演が決まっている。明るく、ノリが良いビトゥービーのメンバーの中でも愛嬌溢れる、不思議なキャラクターである。歌やダンスを披露するだけでなく、作詞作曲も手掛ける。また、ピアノ、ギター、ドラムを演奏する。ガンダムオタクで、漫画、ナルトナルトのファンである。同じ1991年生まれの、エーピンクパクチョロン、元インフィニットホーヤ。 1> b 1 a 4ョ4ママム・ソララと5人で仲が良い。チョロンとは同じ事務所の練習生時代からの親友で2018年にチャンソプがリリースした楽曲ゴーンのメガボルトに友情出演している。ミニアルバムデジタルシングルコラボレーション、オリジナル運動トラックバラエティ音源シングル。ありがとうございます。